中勘介5月22日から1965年5月3日は日本の小説家、詩人、随筆家。明治末期から大正諸島にかけて執筆した小説、銀のさじが学生時代の恩師である夏目漱石の推挙を受けて東京朝日新聞に連載されたことで分断に認められる。漱石文下の一人に位置づけられる一方で、 文壇の潮流とは一線を画した文学活動を維持したことから、孤高の作家と評される。1885年5月22日、東京府神楽東松下町七番地の旧、今尾藩邸で、今尾藩士の父、関谷と母、金の伊像として生まれた。出生当時、中屋には、両親のほか祖母の三木、時刑の金一、長子の初、自死の地を、 起流していた母方のおばがいた。慶氏のうち、長兄、三兄、四兄は養成していた。勘助が生まれた三年後の1888年には、妹の坂へ、翌1889年には、末妹の安が生まれた。勘家は、今尾藩主として、藩主、竹越忠久に仕え、今尾藩の県大族に任命されていた。しかし、 廃藩地県のため1872年に藩主と共に東京に移住した。関屋は、家レとして、竹越正し正美不死に仕え、輸入商会などを営んで主家の財政再建に努めた。1889年7月、安が生まれる、少し前に、母と藩助の健康のために、東京府東京市小石川区小日向水道町92番地の 新築の家に一家で転居した。幼い勘ケは金が産後の日立ちが悪く病弱だったため代わりにおばによって育てられた。生まれつき体が弱く神経過敏で頭痛に悩まされる子供だった勘ケは外で遊ぶことはなく幼少期のほとんどをおば以外の人と接することなく育った。東京府立第四中学校を経て1902年9月。 第一高等学校に進学した。同級には、江木サダオ山田また吉、安倍吉成、小宮豊高、野上豊一郎、尾崎宝斎藤村三竿らがいた。翌1903年4月には、イギリス留学から帰国した夏目漱石が講師として、第一高等学校に着任し、漱石の講義を受けた。同年5月には、藤村三竿が、 ケゴンから、投身自殺して、社会問題となった。この頃、兄、金一は、死者、野村康の娘、野村松子と結婚した。結婚後まもなくして金一は単身で、ドイツに留学した。翌1904年には留年した、岩波茂雄、小木原聖泉水らが同級となる。安倍や岩波などとは卒業後も交流が続いた。1905年、 東京帝国大学英文化に進学。第一高等学校と兼任で東京帝国大学でも講師として務めていた創籍から引き続き講義を受けた。翌1906年10月15日、父、関也が死去した。1907年には国文化に転化している。卒業を半年後に控えた1909年1月、野村康氏が死去した。同月末には、 野村の初7日のため福岡から上京してきていた、金一が突然脳一血を起こして倒れ、失語症などを患う重傷を負う。結果として、金一は、九州帝国大学での教授職を辞任せざるを得ず、小石川の自邸で、バッシーや家族に介護されることになった。課長たる金一が倒れたことにより、事実上の辞計である関助には、金一の代わりに、 一家の大黒柱として家族を支えることが求められるようになった。しかし、関助は同年7月に東京帝国大学を卒業するも家族のいる実家に戻らず家から逃げるように各地を転戦するようになる。大学卒業後、1910年に関助は一年志願兵としてこの F 表第4連隊に入隊するが翌1911年4月に 英寿病院に入院することになり、同年6月頃には除体となった。同年9月、除体となった関助は、野尻湖弁天島に向かい、そこにこもるようになる。1912年夏から秋にかけて、野尻湖畔で、銀のサージを執筆する。同年7月には、小宮と豊のすすめで、夢の日記を雑誌、新小説に大内製名義で発表し、作家としての一歩を踏み出した。 その後、銀のサージの前編部分を書き上げたカンスケは、学生時代の恩師である漱石にその原稿を、送付した。銀のサージは漱石から高く評価され、漱石の推薦もあり1913年4月から、同年6月にかけて、東京朝日新聞上に、中名義で連載される。1914年6月末には、比叡山横川、江新院で、つむじ曲がりを執筆し、 同じく漱石の推薦で、翌1915年4月から同年6月にかけて、東京朝日新聞上で連載された。関助は銀のサジによって一躍注目を集める作家となったが、その後6年近くほとんど作品を発表せず、作家として沈黙を保った。そして、私生活の上では、山屋にや老母のいる小石川の実家には戻らず、 各地を天宇し続けるイント遁ン生活を送った。1920年2月、千葉県阿鼻子町阿鼻子の甲島もらい次郎方に家遇。当時、近辺に居住していた志賀直おと交流を深める。この頃から阿鼻子を引き払うあたりの1923年11月までの日記は、後に日記体随筆、沼のほとりとなる。同年4月17日、台場だったを脱行した。 同年11月、兄の発病を契機とした家庭内紛糾は、最終的に勘介が生家の世話を引き受けることで、一応の収束を迎える。勘介は家の基盤を整えるための財産整理として、小石川の実家を岩波茂雄に買い取ってもらった。そのため、家族を一時的に、東京府東京市四谷区元町59番地に移らせたが、勘介は家族と共に、 四ツ谷には映らず、阿鼻子に泊まった。1921年5月、森田総平の紹介で新潮社から、台場だったを観光したのを皮切りに、同年12月には、銀のサジを岩波書店から観光するなど、作家としての活動を再開した。翌1922年には、初めて実名の中、関助名義で、犬を岩波書店から観光されている、文芸師。 思想にて発表した。しかし、同作は、性欲描写などを理由に問題視され、思想は、発禁処分を受け、岩波茂雄が警視庁に呼び出される事態に発展した。岩波の取りなしもあり、性欲描写に該当すると指摘された箇所を伏せ字にする、処置で、一応の解決がなされた。ただ、関助が晩年、作者の本意がわからない人々の軽蔑や、剣王や、蛇水や、 憤慨や大変だったと実感するほど発禁処分を受けたという事実は周囲や世間から非難される要因となった。1922年7月、東京府東京市赤坂区表町2丁目13番地に家を購入し、四谷へ一時的に移していた家族を引っ越させる。四谷の時と同じくその時は関助はアビコに泊まったが、翌1923年12月に、 阿鼻コを引き払い、赤坂へ移った。1924年5月、犬伏守を岩波書店から観光。赤坂とは別に、神奈川県平塚町西海岸に家族の避暑期間のため家を建て、夏季、陶器以外を平塚の家で暮らすようになる。この平塚で暮らした期間の日記は後に静かな流となる。1925年4月、発表していた。 銀の砂地の開港に着手する。同年7月、沼のほとりを岩波書店から観光。翌1926年4月、開港した銀の砂地を岩波書店から観光する。1928年、伊賀谷太鼓のために、菩提樹の影を執筆し、翌1929年10月には、思想に発表した。1931年1月、 この頃から和辻哲郎の長女、和辻京子のために童話、鳥の物語の構想が生まれる。同年4月、菩提樹の影を翌1932年6月、静かな龍を共に岩波書店より観光した。同年9月、平塚の家を売却し、赤坂の家に家族と同居するようになる。この頃から1936年9月までの日記が後に日記体随筆。 街路樹となる。1934年10月、母、金が老衰のため死去した。同年12月、母の死を思想に発表する。銀のサジ以来長らく小説や日記体随筆を書く作家だったが、1935年に発表した詩集、老化後短所に詩人としての文芸活動を開始した。1936年に詩集、木の音と,と海に浮かばん。 1937年に死繍、我レ・ユカン。1938年に死繍、大戦の死。1939年に死繍、百条を落とすをそれぞれ岩波書店より立て続けに観行した。1940年、カンと共に家族を支えてきた姉エの抜歯が、蜘蛛膜下出血を起こして倒れる。抜歯を看病しながら、後に日記体随筆となる。 氷を割れるを書く。1942年4月、罰子が死去する。同年7月には、伊賀や太子も35歳で死去した。立て続けに愛する人たちを亡くし、勘助は病床の金一致と共に残された。自身も置いてきた中で不仲である兄の介護を一人で行うのは困難と勘助は判断し、知人の紹介を受けて、島田正武の娘、 島田和子と結婚することを決意する。1942年10月12日、結婚式当日、勘介と和子の結婚式は予定通りに取り行われる運びだった。しかし、挙式当日に長い闘病生活に苦しんだ金一が自殺した。当日予定通りに結婚式は挙行されている。結婚後、バッシーや太鼓を追母する随筆、すがる。 太古の手紙を執筆する。1943年5月、菅流を畜馬処方より刊行した。1943年、西洋のため、静岡県安倍郡福祉村新マーザクスの木が谷に移り、戦況の悪化に伴い疎開も兼ねて、しばらく移住することになる。1945年3月には、道村羽鳥に移る。死臭、わらしな、随筆。 クスノキ国、ハトリなど、この地を題材にした作品を表す。1945年、福祉で終戦を迎える。終戦後、1948年に、カ助夫妻は、福祉を去り、赤坂の自邸が、戦火に焼かれたことなどもあり、カ助は、夫妻は、東京都中野区荒井町にある和子の実家に身を寄せる。カ助は、和子の実家で義舞である、島田豊子。 州と共に亡くなるまで暮らした。1949年5月、鳥の物語を山根書店より観光する。1951年1月、白鳥の話を角川書店より、同年6月に死集わらしなを山根書店より観光した。1956年、誕納その他の病気のため、東京都千代田区飯田橋にある。 日本医科大学附属第一病院に入院した。同年6月に退院するも9月に再入院し20日後、再退院する。1958年には、官房から肺炎を併発し、一時帰得となるなど、老衰から健康を損なうようになる。1960年12月、角川書店から中関助全州の観光を開始する。当初は、 全11巻予定だったが、後2巻増補され、全13巻で1965年1月に完結した。同年、全週完結と多年の業績により朝日文化賞を受賞した。同年4月28日午前3時台、就寝していた関助が突然大声を上げ枠を呼び起こした。そして、頭が痛い。父のようだ。慌てるな。豊かは素早いから。 豊かを着せ。と話した後昏睡し、意識が戻らなくなった。関助は、すぐに、日本医科大学附属第一病院に搬送されたが、病状は回復せず、昏睡状態が続いた。1965年5月3日、脳出血のため、飯田橋の日本医科大学附属第一病院で、死去した。去年79歳。改名は、治癒院、病へ関心孤児。 ありがとうございます。